はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。シティーズスカイラインですね、続きやってまいりましょう。でね、実はね、キャパ限界をちょっと迎えておりまして、特にね、道路の方なんですけどね、これがちょっと困ったもんでねもうこれ以上引けない状態になっちゃいました。まあ多少はね引けるんだけど、まだねもうちょいだけ引けるでね、ちょっとこの辺修正かけました。であまりにもね、なんだ、道路がね、キャパシティオーバーしてるんで、ちょっと多少修正かけていこうかなっていう具合ですね。なのでね、ちょっと真ん中、ゴミゴミしてるところをね、ちょっともうちょっと余裕あるね、感覚で道路引っ張っていこうっていう風にね、考えてます。でバスもねちょっとこれ以上引けないんで、まあその辺もですよね。とりあえずここね、だから主要幹線はなんとか列車で引っ張っていきたい。でもうそういうことだったらここをね、ちょっとまっすぐに引き直してやろうかというところで、今回ちょっとそれをメインでね、やっていきましょう。ということは鉄道もね引き直しになりますし、あとはこれ何マスずれてるんだ、ちょうど4マスやね。この位置からのまっすぐという形になりますね。で駅を挟んで2マス下に移転という形か。じゃあまずはね、鉄道線をちょっと修正かけていこうかな。で地下鉄もこれずらさなきゃいかん形になるんやけどね、最終的には。ちょっと今日はその足がかりをやっていきましょうか。ここは高さ32、4マス下がる。で、2マスだから、このラインだね。うん、これがね、取れないんで、ちょっとモードを無視して。はい。で、あとは、モードじゃない、衝突判定やね。で、ここからカーブを描くようにね、引っ張っていきましょう。これは上でいい。このライン。こんな感じでいいかな。うん。
感じやね。あーまあまあこっから下げていきゃいいか。32だから6、うんですね、こんな感じだね。地下鉄の駅もね、移設になっちゃうので、まずはこの道路をちょっと削ります。うん、で車通っとるけどね、違う、めんどくさいけど、ずらしていきます。正直言うと早めにキャパオーバー来るとは思ってなかったんでね。まあちょっとここは予想外もいいところやね。はい、こんな感じやね。で、お次は、今電車通ってないから、邪魔になってんのか。どうもそうやな、ここもやね。
でね。こやつと通路、よいしょ、ここまで引っ張っちゃいます。で、これは三車線やね、こいつやね。で、地下鉄の駅を移設します。電車は走ってなさそう。で、まっすぐ引きます。で、次もちょっと修正がいるんだけど、これどうしようかな。まあちょっと後で考えよう。これがバッチリ当たっちゃうので、ちょっとライン変えましょう。早めに。これ12やね。あとは、そうやね。で、こっちもちょっと、おっと、こんな感じですね。で、
れ当たっちゃうけど。先を持ってたんや。ああ、ダメじゃん。もう一マス下だわ、これ。ということで。さっきやね、ここやね。あれ、違う。感じやね。で、こやつちょっと移動。ああ、しまった。ここはあれだわ。
勢いせず。はい。かな、ここはだから被っちゃうようになるからね、駅が取れなくなるので、ここも、わざわざ、道路を引く必要はなくなったので、これね、歩道も道路のカウントするからね、なかなか厳しいんだけどね。ああ、傾斜が急すぎるだけか。ちょっと一旦仮置きします。で、これで置き直して2限界あーかんの。じゃあちょっとね、裏技じゃないんだけど、
な、こんな感じやね。で、で、もう一回。あ、ここか。うん、自動的に敷設されたね。オッケーオッケー。これでいいや。で、ここがいいだなってなったんで、結構時間経ったな。はい、ではね、ちょっと形だけ作って終わりにしよう。よし、ここまで引いときゃいいでしょう。で、まあずれちまったもんはしょうがないからね。そうか、当たりよんねんな。まあ、いいか。ちょっと後で考えよう。で、もう一個やね。あ、まあ、これはちょっと次回にしようか。はい、ということで、今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。続きはまた次回です。それでは、さよなら。